点で、はい、セカンドランナーの石川の走力、バッターランナーのブランコの走力を考えて、ロペス頭にあったという。まあ、それで来るかもしれないと思ったんですね。ただ守ってる場所が相当な外野のフェンス近かったですから、はい、ブランコがやっぱりある程度投げないと思って走塁してたっていうのはあると思いますね。まあ、そこを逆に狙ったということでしょうけど。そうするとこれもベイスターズのミスではありますね。と思いますね。若干そういうことは言えると思います。あとはさっきセーフティースクイズ、若いバッテリーが無警戒であったということ、はい、それから、坂本選手の時にバックホームの時に少しショートが一瞬間が空いたという、いろんなことが積み重なって今この点数になってますよね。あとはさっきのライトゴロが想定内であったという対照的なジャイアンツ、はい、そうですね。全然ゲームは壊れていないんですけれども、はい、大きな差があるかもしれません。あ、そういう感じに見えてしまう今のこう今日をずっと見てみると、はい、そういうところがちょっとありますよ ね、はい、ただもちろんゲームはゲームセットの瞬間まで分かりません、はい、西村健太郎ももしこの後投げれば3連投ですからね、はいはい、おとといの新潟、昨日のドーム、はい、何度も言いますけど、はい、ピッチャーが変わるときに風が変わりますので風が変わる、はい、まだ分かりません。そうするとこの大原、これおそらく中畑監督ももう今日後がありませんから、この後大原の後に右ピッチャー持ってくるでしょう。ああ、そうかもしれませんね。村田ロペスと右が続きますから絶対に点数やれませんからね、ここはね。これおそらく大原は この後が右の村田、そしてロペスと続きます。まだベイスターズには右のリリーフ陣残っています。山口、小林、藤江、操作、太田跡、長田と、うん、バットは止まっています。これ同点にもし追いつけたらピッチャー全部出し切っ、ジャイアンツの方が出し切ってるわけですからね、はい、リリーフ陣を西村投手が投げればですけど、そうですね。あとまあマッソン何かいますけども、はい、流れとしては逆になるわけですから、うん、そうですね、チャンスがあるんですよね。あっとデッドボールだ。あ、ちょっと珍しく阿部慎之助が景色ばんでいます。あ、今周りになだめられ、まあ、安倍も自ら自分の心を落ち着けて、あ、怒っています。さあここでベイスターズサイドはピッチャーの交代です。右の村田ロペスと続くところで右ピッチャーです。おそらくこのケースであれば太田あたりか藤江あたりが出てくるんでしょうか。もう当然ベイスターズサイドからしたら、はい、温存するということは許されませんもんね。もうそれはないですね。もうね、もう何人使ってもゼロでいくしかないですからね。